サハリン側のホルムスク港ワニノホルムスク鉄道連絡船とは、ロシア連邦において運行されている、可客圏用の鉄道連絡船である。マミヤ海峡を経由して、ハバルフスク地方のワニノとサハリン州のホルムスクの間の260キロメートルを結ぶ。スターリン時代の1950年にサハリントンネルの建設が開始された。しかし、 1953年のスターリンの死後間もなく建設は中止された。その後も鉄道連絡線の構想自体は消えることなく、1962年4月にはユジノサハリンスクで極東地域の生産力向上に関する会議が開催され、再び議題に上った。1964年9月3日にはソ連共産党中央委員会でサハリン州における 生産力向上を促進する戦略が承認され、その中にワニの対ホルムス区間の鉄道連絡線開設が盛り込まれていた。ホルムス区港の鳩場は252メートルの長さで建設され15ヘクタールの海が埋め立てられた。ホルムス区港の陸上設備と水上設備の建設には4年の年月を要した。1973年4月12日には蒸気砕氷船。 サハリン1号がバルト海から自力改装され、同年6月27日にワニノ対ホルムス区間の鉄道連絡船に就航した。ワニノで行われた就航式には海軍大臣のチモフェイグジェンコ、共産党ハバルフスク地方第一初期のチョールヌイ、クレメンチェビッチ、共産党サハリン州第一初期のパベル・レオノフが出席した。フェリーの就航はサハリン州、そして 極東全体の交通、経済の発展を新たな段階に進めた。1980年代までの間は発石体制で運行した。ペレストロイカ及びソビエト連邦の崩壊に伴う1990年代の経済危機はフェリーの運行にも影響を与え、物流も不安定になった。発送の遅れや運賃の不払い、運休などが問題になった。 マミヤ海峡の風景、ホルムスク港に停泊中のサハリン8号連絡船は、極寒地向けの特殊な船舶で運航されており、10隻のサハリン号は、ソ連時代にカリーニングラードのソイバルト海造船工場、ヤンターリで製造された。サハリン1号の5号はすでにリサイクルされ、6号はウクライナに売却されて、国海で運航されている。現在では、 サスコ社によってサハリン7号の10号の4隻体制で運行されている。いずれの船舶も28両の鉄道車両と37両のトラックを一度に運搬可能である。それに加えて危険物を輸送する10号以外は100人の乗客を収容可能である。旅客輸送は8号と9号で行われている。平均所要時間は通常時11から12時間悪天候時、 16から18時間であるが、実際には21時間以上要する場合もある。船舶に直接鉄道車両を乗せることが可能なことから、ロシア鉄道のネットワークの一部を形成している。これにより、港湾での貨物の取り扱いの手間を省き、時間短縮や輸送量増加、安全性確保に貢献している。特筆すべきこととして、サハリンの連絡船では、 旅客の自家用車の輸送は行われていないので注意が必要である。年間330万トンの貨物を輸送する輸送力を有し、2009年の輸送量は140万トンであった。本土からサハリンへは日用品や旅客を逆にサハリンから本土へは魚製品、紙、パルプ、他工業製品などを輸送している。船舶の老朽化、最も新しい。 サハリン1号は1992年製造により、サハリンの船舶会社は輸送の締め切り遵守と輸送環境の近代化を行うための投資調査を行った。38台の自動車を収容可能な2階建ての第2世代の船舶を建造するという内容である。出版と接岸の時間は道路状況と気候条件によって判断される。そのため道路事情が悪い場合は、 旅客の事情に関係なく旅客輸送も中止されることがある。日本統治時代に建設され、ユジノサハリンスクとホルムスクを結んでいた旧ユタカマ線は、宝台ループ線区間のトンネルでの崩落事故発生を理由に廃止された。そのため、ユジノサハリンスク、ホルムスク間の移動はバスを利用するのが一般的である。鉄道自体はアルセンチェフカ経由で、 ユジノサハリンスクと接続するルートが存在するものの、遠回りかつダイヤも極めて不便であるため旅客利用は一般的ではない。また、連絡船が発着するホルムスク港の不当はホルムスクソルチローボチヌイ駅にあり、ホルムユージヌイ駅ではない。ありがとうございます。